テンペラは、乳化作用を持つ物質を固着剤として利用する絵の具、およびこれによる絵画技法。テンペラは、混ぜ合わせるという意味のラテン語テンペラーレを語源とする、イタリア語テンペラからの借用語である。西洋の絵画で広く行われてきた卵テンペラには、油彩画のような黄変、暗変を示さないという特徴があり、経年による劣化が少なく、 数百年前に制作された作品が今日でも鮮明な色彩を保っている。乳化剤として、鶏卵を用いる卵テンペラ、蜜蝋やカルナウバロウを喧嘩したロウテンペラ、カゼインを使うカゼインテンペラなどがある。代表的なテンペラ技法が卵テンペラである。絵の具が乾けば、すぐに塗り重ねていくことができ、数日間乾燥すると水に溶けなくなる。板に、 ボローニャ石膏で血塗りをしているものが古典的なテンペラが技法であるが近代になって油彩の仕上げに卵を混入させたものもテンペラがと通称で呼ぶようになった。これは卵黄にレシチンやアルブミンという乳化作用がある物質が含まれているためマヨネーズのように水と油を混ぜても分離しないことを応用したものである。卵テンペラの様々なメディウム卵の種類媒材の 処方14世紀のチェ,ンニーノチェンニーニの技法書、絵画術の書には、卵黄1個に対して、投量の水という処方が記されている。時代が下ると、油脂や樹脂の添加が行われるようになった。20世紀初頭のマックス・デルナーが、絵画技術体系で、水と混ぜられる卵脱脂テンペラとして示した処方は、以下の通り。カゼインは、絵の目止めやメディウム、接着剤として用いられ、 乳化作用を持つ。乾燥後には、耐水性。温度に左右されにくく、液状だとアルカリ性だが、乾くと中性に近くなる。だが加熱したり水に入れたりしても溶けず、アルカリ溶剤に溶かして、海苔状にして使用する必要がある。ニカワテンペラに比べると若干脆いが、色は鮮やかである。卵やカゼインと同じように、乳化作用を持つものとして、ニカワが揚げられる。 ただ耐水性ではなく、亀裂を生じさせやすいので単体ではほとんど用いない。添加物として、明板と水と煮皮を混ぜて作る動作水や油などを加えて使用する。イタリアルネサンス早期のジョットから、フランジェリコ、ボッティチェリなどが、テンペラによる作品を残している。レオナルド・ダ・ヴィンチも、最後の晩餐で使用したが、壁画には、 不向きな技法であり、耐久性を高めるための技術的試みも失敗して、作品の劣化を早める結果となった。油彩画の出現以来、テンペラ画は絵画技術の表舞台から退いていたが、20世紀にハイルと油彩との併用による混合技法を試みるパウル・クレイヤはシリー、カンディンスキーのような画家が現れる。アンドリューはイエスの描いた純禅たるテンペラ技法の作品により、 テンペラは絵画技術としてさらに注目を浴びるようになった。ありがとうございます。